皆さんこんにちは、大和瑠菜と申します。今日私はこの5月の上作の満月の日に、水の聖地であります忍野のこの素晴らしい場所で、皆様方と共にこうして愛を伝え合ったり祈り合ったりできますこと、また村長さんはじめ村役場の皆様ありがとうございます。私は先ほど弟子たちと桜という曲を回せていただきましたが、桜には大変思い入れがありまして、あの桜のお花というのは日本の国の花であります。国花です。それでこの忍野の地にもあのご縁があります富士山のこの花、昨夜姫様が大変好まれたお花だと聞いております。それともう一つは、日本の神道では桜の花びらに神々が宿り、お花とともに風に乗って里山に降り、その神様のエネルギーが里山の人々の平安、祈り、お米、お野菜、五穀豊穣をもたらせるという逸話が残っております。それですので本日は本当にこの忍野の地で桜を心を込めて舞わせていただきたいな、そう思いまして、村長さんにも何度かご挨拶伺いまして実現した次第であります。皆様本当にありがとうございます。で本日はあの一緒に舞ってくれましたうちの弟子たちを紹介します。大和愛です。と真由美です。皆様本当にこのような素晴らしい機会をいただきまして心から感謝申し上げます。ありがとうございました。